ナジブアルマンド・ブケレオルテスは、エルサルバドルの政治家、実業家、現大統領。2019年の大統領選挙に、中道右派の国民統合のための大連合から立候補し、当選。ファラブンド・マルティ民族解放戦線と、民族主義共和同盟という、国内の二大政党以外から誕生した、大統領としては、ホセ・ナポレオンド・ドゥアルテ以来であった。 オルガ・ウルテスデ・ブケレとアルマンド・ブケレカ・タンの間に、サンサルバドルで生まれる。早くから起業家精神にあふれ、18歳で会社を設立した。エルファロシデン・氏版によると、ヤマハ発動機のエルサルバドルにおける販売代理店、ヤマハ・モーターズ・エルサルバドルのオーナーを務めている。2012年、ファラブンド・マルティ民族解放戦線からラ・リベルタ県、ヌエボ・クスタトラン市長選挙に立候補し、 2862票を得票して当選した。同年5月1日に市長に就任した。オスカル・ロメロの列服式にて副大統領、オスカル・オルティス夫妻と2015年にはサンサルバドル市長選挙に同じく FMLN から立候補し、89,164票を得て当選した。対立候補の実業家で元副市長。 エドウィン・サモラの得票数は82,288票に止まった。この時まで6年間、サンサルバドルの姿勢は ARENA が掌握していた。市長就任は5月1日であった。2017年2月には台湾の台北市を訪問し、中華民国総統の蔡英文と会談した。2018年2月、第32回国際市長会議出席のため、 エルサレムを訪問した際、嘆きの壁で祈りを捧げる姿が目撃された。その後、ブケでは、妻の祖父がセファルディムと呼ばれる、ユダヤ人であったと明らかにした。2017年10月10日、ブケでは、FMLN の倫理委員会から、党内対立を煽り、党を中傷する行為に及んだとして、除名処分を受けた。これに先立つ10月7日には、 同委員会の聴聞会が予定されていたが、審議が原告側に偏っているとして、ブケレは欠席していた。FMLN から除名されたブケレは、2019年の大統領選に規制政治を打ち破る無所属候補として立候補しようとした。そのための政党結成に向けて、手始めにヌエバスイデアスという政治運動を始めた。 新党結成や他党との合流といった試みは、左派の FMLN と右派の ARENA というに大政党からの妨害にあったが、最終的に中道右派の国民統合のための大連合に加入することで、大統領選挙への立候補資格を得た。2019年2月3日、武家では大統領選挙の勝利宣言を行った。対立候補であった FMLN のウーゴ・マルティネスは、 敗北を認めた。受けレれの得票率は53%で、決戦投票が必要な水準を上回っていた。エルサルバドル内戦終結以降、に大政党以外から大統領が誕生したのは、初めてだった。勝利宣言で、受けレれは、我々は戦後死の一ページを告したと述べた。大統領には6月1日に正式に就任した。政府主催の式典にて、妻、 ガブリエラ・ロドリゲスとミレニアル世代の政治家として支持される一方、具体的な政治的スタンスを書くと批判されることもある。パレスチナ系ムスリムの父とキリスト教徒の母を持つことから2019年の大統領選挙ではブケレがメキシコシティのモスクで祈りを捧げる写真が話題となるなど、その宗教が問題とされた。ブケレは、公には家族は、 ローマカトリック教会の信者だが、父のほか家族の何人かは、イスラム教に改宗している。自分自身は、宗派よりも、まず神を第一に信仰していると述べている。なお、彼の名前も、ナジーブのスペイン語バージョンである。2014年12月に、ガブリエラ・ロドリゲスと結婚した。エルサルバドルのムスリムコミュニティで、精神的な指導者の地位にある。 イマームのエマソン・ブケレは兄弟である。エマソンは2015年末、父のアルマンド・ブケレ・カッタンの後任として、イマームに就任した。エマソンはエルサルバドルからカルテルが一掃され、理想的な住みやすい国になることを絶望している。ありがとうございます。